声の三重県だより、県政だより三重6月号ナンバ、no. ー383広報誌平成28年2016年6月5日発行毎月第1日曜日発行データ放送毎週木曜日更新三重県の県政情報を皆さんにお届けします 平成28年4月から県政だより三重は制作情報を中心にこれまでより大きいタブロイド版で毎月第一日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど暮らしに役立つ最新情報はデータ放送でご覧いただけます。特集1 一人一人の輝く未来と希望に満ちた社会の創造に向けて、三重県教育施策大綱、期間、平成28年3月22日から平成31年度末まで、毎日が未来への分岐点という思いを胸に、三重の教育の目指す姿を明らかに、県では、 教育をを取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、今年3月に今後4年間の三重の教育の基本的な方針を示す「三重県教育施策大綱」を策定しました大綱には子どもたちを含む県民すべてを対象とした生涯を支える教育・人づくりの方針を掲げています。ままた、この方針を踏まえ、 子どもたちへの教育の目指す姿や、その実現に向けた取り組みなどを示す三重県教育ビジョンを策定しました。今後では、大綱が示す三重の教育の基本的な方針や、教育ビジョンで取り組む主な内容について紹介します。教育を取り巻く社会情勢の変化国の教育改革の動き 道徳の教育格差と貧困の連鎖家庭の経済状況等により子どもの進学機会等に差が生じる情報化の進展情報化の進展により日常生活や経済活動が変化人口減少少子高齢社会の進行 大学等への進学、卒業時に若者が県外に流出。グローバル化の進展。人、物、情報等の地球的な規模での交流が進行。雇用環境の変化。国籍を問わない採用等、雇用環境が変化。子どもたちの安全確保への対応。 子供たちが巻き込まれる事件も発生。教育は子供たちをはじめとする学ぶ人のためのものです。一人一人の未来を豊かに輝かせ、希望に満ちた社会を作るため、教育の果たすべき役割は大変重要です。県は学校、家庭、地域、企業など、三重の県民力を結集し、 毎日が未来への分岐点という思いを共有しながら6つの基本方針に沿って明日への発展につながる教育活動を全力で進めていきます基本方針6つあります1生き抜いていく力の育成夢と志を実現できるよう自立共生する力を育みます2 教育安心権の実現。誰もが必要な学びを自由に選び、安心して学べる教育安心権にします。3. 生涯現役、全員三角型社会に向けた学習基盤の充実。すべての人が生涯を通じて学び、活躍できる社会に向けた取り組みを進めます。4. 教育への県民力の結集。学校、家庭、地域、企業など、すべての県民の力を結集し、教育に取り組みます。五。三重ならではの教育の推進。自然や文化といった三重の持つ様々な資源や魅力を教育に活かします。六。 社会的課題を踏まえた教育の充実少子化高齢化高度情報化など社会の変化にしっかりと対応します教育施策の体系生涯を支える教育子供も大人も学びたいすべての人が生涯を通じて学び挑戦できる社会を目指します 幼児期。1。家庭教育の充実と子育て支援。2。幼児教育の充実。青少年期。3。学力と社会参画力の育成。4。豊かな心の育成。5。身体の育成。6。特別支援教育の推進。7。 安全で安心な教育環境づくり。八、地域に開かれ信頼される学校づくり。九、高等教育機関の充実。青年期。十、産業人材等の育成。十一、すべての人が学び、挑戦できる社会づくり。三重県教育ビジョン。 子供たちの希望と未来のために、期間平成28年度から平成31年度まで、対抗を踏まえ、県教育委員会は今後4年間の公立学校教育の取り組みや目標を示す三重県教育ビジョンを策定しました。子供たちに育みたいのは次の2つの力です。 生きる喜びを感じながら、志を持って夢を実現させていく力。自立する力。他者と支え合いながら社会を作っていく力。共生する力。子供たちの希望と未来のために、みんなで力を合わせて取り組んでいきましょう。6つの取り組みがあります。1、学力を向上します。 全国学力学習状況調査で全国平均を上回った教科数平成27年度現状値0平成31年度目標値8全教科2心の教育を推進します自分には良いところがあると思う子供たちの割合 平成27年度現状値小学生75.1%中学生69.4%平成31年度目標値小学生81.0%中学生 75.0%3 体力を向上します 体力テストの合計点の比較指数全国平均を50.0とした場合の三重県の数値平成27年度現状値48.5平成31年度目標値51.04特別支援教育を推進します 特別支援学校高等部卒業生の就職率平成27年度現状値平成26年度30.3%平成31年度目標値 32.0%5 誰もが安心できる学び場にします 学校生活に安心を感じている子供たちの割合平成27年度現状値92.3%平成31年度目標値 95.0%6、地域に開かれ輝く学校を作ります コミュニティスクール等に取り組んでいる市長の割合。コミュニティスクールとは、保護者や地域の皆さんが学校運営に参加する仕組み。平成27年度現状値 65.5%29 市長のうち19平成31年度目標値86.2% 二十九市長のうち二十五三重県教育施策大綱及び三重県教育ビジョンの詳細はホームページでご覧いただくかお問い合わせください問い合わせ先三重県教育施策大綱戦略企画部戦略企画総務課電話059-224-2009 レックス059-224-2069メール sensomu.pref.me.jp、e、i、e. J P、三重県教育施策大綱で検索三重県教育ビジョン教育委員会事務局教育政策課 電話059-224-2951ファクス059-224-2319メール kyosei.me.jp p r e f i 三重県教育ビジョンで検索特集に 薬物乱用は、ダメ、絶対、知ってほしい薬物の恐ろしさ。薬物乱用は、命を危険にさらすだけでなく、凶悪な犯罪の引き金にもなる恐ろしいものです。覚醒剤をはじめとする薬物事犯の検挙件数は、依然として高い水準で推移しており、最近では、危険ドラッグの使用が、 青少年層まで拡大し社会問題となっています。県では県民の皆さんに薬物の危険性について正しく理解していただくための啓発活動を行い薬物乱用を許さない社会環境づくりを進めています薬物乱用の恐ろしい特徴脳を侵されて 心も体もボロボロになる。一度でも使用すると自分の意思ではやめられなくなる。薬物乱用により凶悪な事件が発生する。法律で厳しく禁止されていて重い罰を受ける。友達や家族を失う。薬物欲しさに犯罪を犯すようになる。痩せられるよ。 イライラが取れてすっきりするよ。眠気が取れて勉強ができるよ。薬物乱用の甘い誘いに気をつけましょう。県内の薬物犯罪の検挙状況。出典、三重県警察ウェブサイト、各種統計、三重県内の治安情勢、平成27年中より。平成27年。 総数188件覚醒剤取締法違反163件大麻取締法違反11件その他14件平成26年総数200件覚醒剤取締法違反175件大麻取締法違反 16件。その他、9件。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の乱用をなくそう。ダメ、絶対くん。公益財団法人、麻薬、覚醒剤乱用防止センターのマスコットキャラクターのイラストがあります。三重県、ダメ、絶対、普及運動。 期間6月20日月曜日から7月19日火曜日県民の皆さんの薬物乱用問題に対する認識を高めるため県内各地で該当キャンペーン活動を実施します詳細はホームページをご覧ください薬物乱用防止相談窓口県では薬物乱用に関する相談を受け付けています 土曜、日曜、および祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。心の健康センター、電話059-223-5241。津市桜橋3丁目446-34。薬務感染症対策課、電話0 5 9 224-2330津市公明庁13最寄りの保健所でも受け付けています問い合わせ先健康福祉部薬務感染症対策課電話059-224-2330ファクス059-224-2344メール yakmus.pref.me.jp u, u i 三重県薬物乱用で検索特集3選挙権年齢が18歳以上に改正公職選挙法6月19日施行 将来を担う若者の皆さんの声をこれまで以上に政治に取り入れるため選挙権年齢が引き下げられます6月19日以後に公示される国政選挙から18歳19歳の皆さんが新たに投票できるようになります今年の夏の参議院選挙から18歳19歳の皆さんも 投票できる見込みです若者の声を政治に届けよう若者の政治への参加に期待近年国政選挙地方選挙とも投票率が低下しています特に20歳代の投票率は他の世代に比べて低くなっています若者の投票率が低くなると 若者の声が政治に届きにくくなり若者に向けた政策が実現しにくくなったり実現するのに時間を要したりする可能性があります若者の皆さんがより早く選挙権を持てるようになることで社会の担い手としての意識を高め投票に参加されることを期待していますグラフ 衆議院議員総選挙、小選挙区における年齢別投票率。20歳代平成24年37.89%平成26年 32.58%30 歳代平成24年50.10%平成26年 42.09%40 歳代平成24年59.38%平成26年 49.98%50 歳代平成24年68.02%平成26年 60.07%60 60歳代 平成24年74.93%平成26年 68.28%70 歳代以上平成24年63.30%平成26年59.46%グラフ終わり今春 進学や就職で引っ越しをされた皆さんへ、引っ越し先の自治体へ住民票を移しましょう。選挙で投票するためには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は、住民票がある自治体で行われます。そのため、進学や就職などに伴い、 実家を離れる場合等においては、引っ越し先の自治体へ住民票を移す必要があります。新住所地で投票するためには、新住所地に転入届を提出した日から、国政選挙の公示日前日までに3ヶ月以上住んでいる必要があります。3ヶ月経過されていない場合でも、 旧住所地に3ヶ月以上住んでいたときは、旧住所地での投票ができます。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話05、059-224-2172、ファックス05、059-224-2371、メール、s e n k a n pref.mie.jp 18歳選挙で検索第3回知事が行く突撃取材パート2三重の人漁師の町で生きていくこのコーナーでは知事が県内各地に出かけ夢を実現するため 三重を舞台に頑張っている人たちを紹介します。取材、知事、鈴木英慶。地域に根付く漁師を育てる。尾瀬市灰田町は、大敷、大型定置網による漁業が盛んな地域。この町には漁師を育てる漁師塾があります。今回、まず訪れたのは、漁師塾主催の岩本義和さん。 模型を使ってブリ漁の説明をしていただきました。ちょうど取材に伺ったときは、ブリ漁の真っ盛り、その日の朝も大量だったそうです。人口減少に歯止めをかけるため、4年前に漁師塾を創設しました、と岩本さん。漁師塾は漁を学ぶだけでなく、漁村の暮らしも理解してもらえるよう、4週間住み込みで行います。 若者が安心して働き暮らせる町へ。漁港では二人の若い漁師が出迎えてくれました。海と釣りが好きで漁師になりました。と笑顔で話してくれたのは、漁師塾一期生の吉田元春さん。愛知から移住し、3年前に地元の女性と結婚されたそうです。三期生で奈良から移住した。 元歯科技工士の浦和弘さんは、廃田に来てから太陽の下で働き、日が沈めば寝るという生活をしています、と語ってくれました。その後、吉田さんがさばいてくれた新鮮なブリを試食。これが本当においしい。岩本さんは、若者が増え、町に活気が出てきた。今後は、廃田王式が継続的に収益を上げ、 若いいい漁師が安心ししてて働けるようにしていきたいと話してくれました最後に吉田さん浦さんから漁師になりたいと考えている人たちに「漁はつらく厳しいこともあるけれど大量の喜びを味わったら絶対やっていける」「やる気があればぜひチャレンジしてほしい」と熱いメッセージをいただきました。 全国の漁村が人口減少や若者の流出に悩む中地域が一体となって若者を受け入れ彼らの夢を応援する拝田町そこで生き生きと笑顔で暮らす若い漁師たち三重県が目指す新しい豊かさがここにもあると実感した取材でした大式網によるブリ漁 大式網は、魚が網に沿う習性を利用し、網の中に誘導する仕掛けです。灰田では一度に多い時は7500匹ものブリが取れるそうです。現在、ブリ漁に出る船の乗組員は20人、そのうち9人は県外から移住してきた若者です。 知事と浦さん、吉田さん、岩本さんの集合写真と、三重を舞台に描く夢として、大敷網によるブリリ漁の写真があります。知事が行く突撃取材のインタビュー詳細版はホームページで、県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ、県政チャンネル、輝け三重人で 6月10日金曜日午後10時15分から放送します。三重テレビで放映した取材の様子、動画を6月11日土曜日より YouTube でも発信。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話059-224-2788、FAX059-224-2032、 メール KOHO−pref.me.jp i イベント「ミエムの館長と調べる三葉虫の秘密」「ミエムの館長と一緒に古代の生物三葉虫について調べてみませんか?」「大野フミ館長の写真があります」「日時」 6月25日土曜日午後1時30分から3時30分場所三重県総合博物館2階実習室定員小学生以上20名参加費無料当日館内で整理券を配布します当日は午前10時からと午後1時からにワークショップ 葉っぱのこすり出し図鑑を作ろうも開催します事前申し込み不要無料問い合わせ先ミエム電話059-228-2283ミエムで検索お知らせ介護職場への再就職を支援します介護資格保有者の方が再び介護の仕事をしていただけるよう 知識や技術を再確認する2日間の研修無料を開催します。日時6月24日金曜日午前9時45分から午後4時30分6月29日水曜日午前10時から午後3時30分場所県総合文化センター大会議室申し込み 6月16日木曜日まで。今後の予定。四日市会場、7月22日金曜日、28日木曜日。伊勢会場、10月13日木曜日、19日水曜日。伊賀会場、11月22日火曜日、30日水曜日。津会場、 平成29年1月18日水曜日27日金曜日申し込み方法等の詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください問い合わせ先三重県福祉人材センター電話059-227-5160福祉人材三重で検索 その,他のイベントお知らせはデータ放送でゲームでポイントを貯めて応募すると三重のおいしいものが抽選で当たるプレゼント企画実施中三重県データ放送「県政だより三重暮らしの便利帳は「三重テレビ第1チャンネル7チャンネル」と d ボタンで操作は簡単。 2ステップ。1、三重テレビ、チレジ7チャンネル、視聴中に d ボタンを押す。2、リモコンの上下ボタンで、暮らしの便利帳を選び、決定ボタンを押す。県ホームページでも、県政だより三重声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。 県のテレビ、ラジオ番組。三重テレビ、千里ナナチャンネル。県政チャンネル、輝け三重人。金曜日、午後10時15分から、第5週は放送なし。県の取り組みを紹介する、現場に寄港や、知事、突撃取材などを放送。YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局で、検索。FM 三重。 三重県からのお知らせ。月曜日から金曜日、午前7時43分から。金曜日、午後6時25分から。こんにちは三重県です。火曜日、午後6時22分から。東海ラジオ。こんにちは三重県です。木曜日、午後3時00分から。三重県の窓。金曜日、午前6時36分から。CBC ラジオ。 三重県の窓土曜日午前10時51時分から三重県の人口世帯数平成28年4月1日現在人口180万9330人男性87万9964人女性 92万9366人。世帯数、72万460世帯。問い合わせ先。編集、発行、三重県校長広報課。郵便番号、514-8570。津市公明町13。電話05、059-224-2788. ファクス05、059-224-2032。 メール k-o-a-c-o, アットマーク p r e f m i e j p 県庁電話案内、各課ご案内。電話05、059-224-3070県政だより見重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより見重は新聞折り込みのほか 県及び市、庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。詳しくはお問い合わせください。以上で、県政だより見えを終わります。制作、三重県資格障害者支援センター広告、三重県国民年金基金、国民年金にゆとりをプラス。 自分で入る公的な個人年金。国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できます。日本国内に住所を有する方に限ります。掛け金が全額所得控除だから税金お得な基金。一生涯もらえる年金が増えるから老後にゆとりの基金。 だから、入ってよかった基金。私も入っています、言うか。治療請求、ご相談、お問い合わせはお気軽に今すぐこちらへ。地域によっては携帯電話からはつながらない場合があります。フリーダイヤル0120-291-284ホームページ www.com m i e k i k i n o r j p 郵便番号514-0009津市はどころ町388番地津参考ビルディング6階弁護士法人心相談料0円交通事故被害行為障害 過払い金、借金、相続、遺言以外は初回30分程度。夜間土日相談課、要予約。企業法務、交通事故、行為障害、過払い金、借金、相続、遺言、刑事、他。交通事故、損害賠償額、行為障害、適正等級。 無料診断サービス実施中、過払い金無料診断サービス実施中、着手金0円、報酬、回収額の18%税別、関西事案の場合、過払い請求報酬、過払い金回収額の18%税別、ただし、残債務のある方は、 任意整理の報酬を加算。最低報酬金。一社につき2万円。税別。任意整理。報酬。2万円。税別。プラス。減額分の10%。税別。自己破産。20万円。税別。以上。個人再生。25万円。税別。事案の難易度。 債権者数等により増額させていただきます。実費別。相談料、交通事故被害、行為障害、過払い金、借金、相続、遺言以外については、初回30分以降30分原則5000円税別。その他の費用をお問い合わせください。主たる事務所は愛知県弁護士会所属。 受任の際には弁護士の直接面談が原則必要です。所属弁護士。西尾雄二三重。荒川春香、愛知県。田中美希、三重。森田清則、愛知県。斉藤春次三重。竹村理沙、愛知県。赤田光春、愛知県。寺井渡る、三重。 長谷川六美、愛知県。大西正、三重。小田豊、岐阜県。北野武史、三重。坂口慶一、三重。岩橋拓彦、愛知県。浦野水穂、東京。吉川美里、愛知県。津山智博岐阜県。中村雅樹、愛知県。石井光一、東京。 有田雅子、愛知県。佐々木信也、愛知県。上田義隆、愛知県。田中智子、東京。中里智弘、愛知県。前沢武彦、愛知県。湯沢和弘、東京。森田康之、愛知県。小島龍太郎、愛知県。塩谷光弘、愛知県。深沢亮東京。 総合受付、平日午前9時から午後10時、土曜日日曜日午前9時から午後6時受付、祝日国民の休日、12月31日から1月3日は除く、その他臨時休業もございます。電話01、0120-412403 よい、西尾さん。詳細は、http コロン、スラッシュスラッシュ、kokoro.la。津駅、法律事務所、三重弁護士会。津駅、0.5分。津市、はどころ町、345。津駅前、第一ビル、5階。松坂駅、法律事務所、三重弁護士会。 松坂駅1分松坂市京町508-1101ビル4階名古屋駅法律事務所愛知県弁護士会名古屋駅0.5分名古屋港法律事務所愛知県弁護士会イオンモール名古屋港内荒小川公園駅5分岐阜駅法律事務所 岐阜県弁護士会、岐阜駅3分、東京駅法律事務所、東京弁護士会、東京駅3分。県政だより見重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については、 広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ電話092-716-1404までお問い合わせください。